はい、営業の長谷川です。今日はですね、このテーマ、ブラック企業にいるとどうなっちゃうの？どうなってしまうの？という話をしていきたいと思います。僕は10年間、いろんなブラック企業を渡り歩いてしまったんですけど、その中でも特に光通信系のグループにいた時というのはあまりにも異常だったので、その時にいろんなものがおかしくなりました。なので、その時の話をベースに今日はこのテーマをお話ししていきたいと思います。はい、もう結論からお話をするとですね、ろくなことになりません。もう意味ないです、正直。それどころか心は病んだ人もものすごくたくさんいました。本当に苦しい状況でした。じゃあなんでそうなってしまうか、今日は3つテーマをお話しします。1つ目、感覚がおかしくなってしまったという話。2つ目、世間とのズレに気がつかなくなってしまったという話。3つ目、取り返しがつかなくなっちゃったんだよという話ですね。特にこの3番目の話はとにかくパワーを込めてお話をしたいと思ってますので、ぜひ最後までこの動画を見ていただければというふうに考えています。では早速1番目のテーマからお話をしていきたいと思います。1番目、まず何がおかしくなったかという話なんですけれども、定時の感覚が全然なくなっちゃったという話ですね。他の動画でも語ってるんですけど、入社する前に洗脳合宿みたいな恐ろしい合宿があるんですよ。そこの合宿でも徹底的に異常なことを叩き込まれるんですけど、そのおかげもあるのと、いきなり配属されて、もうみんな22時ぐらいで普通に怒られながら仕事をしてるんですね。その状況を見て、定時で帰るというのが間違ってるみたいな感覚になります。さらに早く帰ろう、早いって言ったら8時9時ですけどね、早めに帰ろうもんならあいつ仕事してねえじゃんみたいな、ブラック企業特有の残業しねえやつは真面目じゃないみたいな、あの謎の感覚が働いて、定時という感覚をそもそもなくしてしまうという話ですね。かなり今思うと異常だなとは思うんですけど、当時は本当に感覚がなくなっていました。そして2つ目、もうね、悪いのは全部自分なんだと思い込んでしまう。洗脳合宿でもそう、成果が出ない、結果が出ないやつはみんな悪い、1位じゃなければ全員が悪い、1位でも圧倒的1位でなければお前が悪い。なので、もう配属された後もマネージャーにもボロッカス怒られるんですけど、マネージャーからはお前のために言ってるんだからなとか、あとはお前のせいでみんなが迷惑してるんだからな、会社が迷惑してるんだからなみたいな話をめちゃくちゃしてくるわけですね。なので本当にこの状況を作ってしまってるのは自分のせいなんだ、なのでもう自分が全部悪いんだというふうに超マイナスな思考、もうある種ポジティブなんですかね、何が起きても自分が悪いんだというような、そういう感覚になってしまっているということですね。なので結果として視野がむちゃくちゃ狭くなる。もう本当にこんな、もうこんな状態ですね。目の前のことにですね、もうとにかく集中せざるを得ないんですね。アポを一件でも入れて楽になりたい。一個でも数字を重ねて楽になりたい。とにかく一個一個、今すぐ何とかしたいっていう形で、もう目の前のことにばっかり集中しちゃうので、本来だったら、ふっと休憩してですね、パッと冷静になって、他の会社ってどうなんだみたいな感じで、視野を広めればいいものを、全然そんな余裕もないぐらいこんな状態になってしまうということですね。なので、これがずっと悪循環が繰り返して、1、感覚がおかしくなってしまうという話ですね。で、さらにですね、これがずっと続くと何が起きるかというと、もう何もかもですね、社内が優先なんですよ。もうマネージャーに怒られないためにどうしよう、マネージャーに怒られないために何をしたらいいんだみたいな感じで、お客さんをですね、お客様に見えず、ただの数字、もしくは架空の人物なんかというような感じで、ゲーム感覚的になるんですね。もう、お客様にメリットはどうこう関係ないんですよ。自分が楽になるために、このお客さんを騙してでも一件受注する。騙してでも、ハンコをもらうみたいな感じで、とにかくですね、お客様に対する対応は二の次、自分が楽になるため、マネージャーに怒らないため、とにかく数字を積み上げるためにお客さんを騙してまで受注をするみたいなことになってしまうということですね。そして2番目、世間とのズレに気がつかなくなって、これ多分よくある話だと思うんですが、特に多いのが友人との会話が合わない。これ具体的に何かというとですね、友達と話をするとき、友達と飲むとき、大体こんな人が多いです。もうね、武勇伝として自分の仕事を死ぬほど語ってしまうということですね。本来テレアポでむちゃくちゃ嘘をついてアポイントを取ります、強引な受注をしまくります、警察呼ばれますみたいな話を、もうさも武勇伝のごとく自慢げに語りまくってしまうんですね。もう本当に周りの友達からすると、はぁ、こいつ何言ってんのって感じなんですけど、もうとにかくそういう話をしたくって仕方ないというか、もうそういう話しかできないんですよね、他に何もやってないから。さらに長時間労働をですね、自慢し始めるんですね。俺こんなに長い時間働いてんだぜとか、いやー昨日も泊まり込みだったわみたいな、長く働いてるんで俺頑張ってますみたいな、そういう感じですね。
さらに、もう劣悪な今の環境を自慢する。まあさっきと同じですよ。まあいい大人がですね、俺こんなに働いてるんだ、頑張ってるんだ、褒めて、みたいな。恥ずかしいですよね。要は、そんだけ強烈な職場で働いているにもかかわらず、結局、人にちゃんと評価をしてもらえるような話ができない人間になってしまってる。だから長時間労働とか、さっきの武勇伝みたいな、バカな話をもう自慢げに語ってしまう。結果として、このように友達と会話が合わなくなっちゃうというお話ですね。はい。そして二つ目。もうね、仲間意識が強すぎて、外の情報を遮断するという現象が発生します。まあ、光系で作った仲間というのは、辞めてしまった後は非常に財産になったんですけど、当時どんな状況だったかというと、みんなで劣悪にボロッカスやられまくってますと、バッサバッサ切られて。はい。なので、もうみんなやられてるんですね。なので、やられてる者同士集まってですね、まあ、ネガティブな情報を共有して、みんなで傷を舐め合う、すごい、見せかけの絆みたいなのが育つんですよ。するとですね、とにかく俺たち、このまま頑張って何とかしのごうぜ、みたいな感じで、外の情報を完全に遮断しちゃう。それどころか、辞めそうになってるやつとかっていうのは、もうちょっと逃げてるみたいな、そういう感覚になってですね、あいつはもう逃げるダメなやつだ、みたいな感じで、もう本当に仲間にも入れないみたいなことが起きてですね、結局のところ、自分たちで完結するために、外の情報を一切入れないみたいなことが無意識で行われてしまう。そして三つ目、これも結構危ないんですけど、麻薬状態になる。パチンコとかと一緒です。ずーっと負けてる、ボロカスやられてるにもかかわらず、たまーに勝つと、よっしゃ、勝った、楽になった。だから営業で言えばですね、まあ、光通信で言えば、ずーっと怒られてるんだけど、たまーに達成する月とか、たまーにアポがたくさん入る月があると、結構楽に感じるんですね。精神的にも。その状態が結構気持ちよかったりしてですね、完全に麻薬状態、もうギャンブル依存症状態みたいな感じになってですね、それを楽しんでしまうという人間も現れてくるというところで、この辺を全部入れると、この2番目のね、世間とのズレに気がつかなくなってしまっているという超視野が狭い状態になっているということが発生してしまうということですね。はい。で、今日どうしてもお話ししたかったのはこの3番。取り返しがつかないことになっちゃうという話ですね。はい。これ何かというとですね、もうこれ他の動画でも散々言ってるんですけど、アポイント、強引なテレアポ、強引な受注、強引な仕事、コピー機を得れば何でも売れる営業になるぞなんてよく上司は言いますけど、そんなもん外に行って何にも評価されないんですよ。結局のところ、どんなに頑張っても何も手に入ってないっていう状態になってしまう人が多いということです。はい。で、そういう光通信系で頑張った人たちって、確かに面接とか受けると、お、君すごいねとかってなるんですけど、それって若いからなんですよ。20代とかで、あ、そんなに若いのに、そんな苦しい職場でこんなに頑張ったんだ。じゃあうちでもいけそうだねなんて評価はしてくれるかもしれません。ただ、これが30後半、40手前とかで、今頃やめて、君何ができるの？というか、俺おかしいって気づかなかったもんで。で、結局何ができるんですかって言ったら、テレアポができまして、そんなスキルいるかっていう話です。なので、若くなければ、さっき言ったガッツが根性なんてのは評価されないので、かなり苦しい状況になってしまう。結果としてですよ、間に合わなくなっちゃうということです。はい。気がついた時に、パッとやめた時に、手元に何のカードもない、何の武器もない、何の経験もない、何の実績もない。これでどうやって今よりいいところに転職しようとできるのか。そう。なので、僕の仲間にもたくさんいました。結局、光を辞めるのをずっと粘って辞める結果になったんですけど、その後、もうまともな営業職、まともな仕事につけずにですね、ブラックと言われる、よく有名な飲食業界のある会社に就職をしたりとか、本当にもう誰でも勤められるような、もっとブラックな環境で働かざるを得なくなったりだったりとか、はい。まあ、とにかくですね、結果間に合わなくなって、今よりも状況や環境をどんどん落としてしまうということになっている人もたくさんいるので、とにかくこの3番、取り返しがつかなくなる前に考えれること、振り返れること、いろいろあると思うので、ぜひ一回考えてみてもいいのかなというところでこの動画を作ってみました。ということで今日はですね、はい、光、まあ、もしくはブラックに入ったら、どんなことになっちゃうんだろうというところのお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。